光雄が作った曲があるんですけども、それを聴いてください。お前が今俺の知れない土地で何をしているかは知らない。相変わらず夜も寝ないで仕事を途中まで見抜き合ってることだろう。最近連絡もしてない。明日にでも電話してみようかと思うけど、お互い気がつくとヘバヘバで仕事をして、結局明日にでもなんて。お前が頑張ってると俺も頑張れる、俺も頑張るから、お前も頑張れ。いつかそう長い長い手紙を吸い締めて、学生時代に仕事をしていたお前に励まされるとはね。お前も